はい。えー、どうも皆さん、トライアングルです。えーとですね、すく、えー、まあ、ツイッターの方しかまだちょっと、ツイッターっていうか多分、アオニオンラインさん、ツイッターでしか、えー、報告してないから多分ツイッターでしか話してないと思うんですが、えーと、動画でね、4月1日、エイプリルフールが、まあ、行われるという話だったんですよ。まあ、あでもちょっとあの、まあ、今画像出してると思うんですけど、まあ、あのー、諸事情というか、そのー、 なんだろうまあ、中止にしますと。で、こんだけ正直説明ないから、なんか、それすらもエイプリルフールの、なんか、驚かせるための布石なのかなって思ってたんですけど、まあ、どうやら、まあ、0時になっても行われなかったので、ま、あ実際にそうなのかなと。で、えっと、リスナーさんに、まあ、あの、聞いたところ、なんかどうやら、その、今の、要は、情勢というか、ま、あ今ね、その、 ね、そのウイルスが流行っているということでそれでまあ自粛したんじゃないかっていうことなんですがもしかしたらなんだけどこのエイプリルフールのイベントってあのその色が変わってたじゃないですかその青鬼の姿が変わるみたいなあれウイルスが関係してるみたいな,なんかウイルスをテーマにしたイベントだイベントというかエイプリルフールだったんじゃないのかなっていう 思ったんですよね。だから、その、要はまあ今のこのご時世ですよ。うん。ねその、本当に日本の、本当にね、ねもう宝と言ってもいいほどの、ねその志村健さんが亡くなってしまったっていうのもあるし、まあそれが原因とかっていうよりね、まあちょっと今は、今やるべきことじゃないのかなっていう多分、青鬼オンラインさんの判断だと思います。もし、もしそれが本当だとしたら、すごい、すごい良い,い判断だと。 あの、正直思ってます。あの、まあ、エイプリルール正直楽しみだったんですけど、<laughs> あの、やっぱり、ね、今はすべき、その、もしね、その、テーマにしてるのが、その、そういう、そういうウイルスのことで、ちょっとやりにくいっていうか、やったらダメって思ったんだったらすごい,いと思うんだけど、まあ、あと、あれだろうね、その、今ランキング不具合というか、それが出ていて、ええー、まあ、シーズンも延期になりました。延期というか、ま、あ3日間、4日間ぐらいかな、伸びました。で、 えっと、まあ、それの影響もあって多分そちらが忙しくて、えー、っと、多分今、エイプリルフールを出すことができないのかなっていう。えー、もしそうだとしたら、また別日にエイプリルフールがあるのかなとは思います。はい。自粛ってなった時は、多分エイプリルフールはもう多分来年かなとは思ってるんですけど。まあ、とりあえず、えっと、まあ、今日、青玉、青パスが、えっと、ま、更新されるので、またそれの動画も出していきたいなと思ってるんですけど、 まあちょっと一つだけ、まああのー、ランキング、まあ試合しながらちょっとお話しするんですけど、ちょっと話したいことがありまして、えー、まあ今回のこのエイプリルフール、まあ原因はわかりませんよ。まああの自粛とかだったら、まああれなんですけど、とかあとシーズンまあ延期ですね。まあそれは確定なんですけど、えー、まあ一人かわかんないんですけど、まあ何人かもしくはわかんないんですけど、の一つの、一人の行いで、えー、どれだけの人が迷惑かかってるのか、 考えてみてください。はい。あのー、まあ、皆さんには関係ないことかもしれないんですけど、まあ、一部のね、まあ、わかんないです。あのー、パソコンのシステムの異常かもしれない。その、人による行為じゃないかもしれないんですけど、だったら申し訳ないんですけど、あのー、ちょっと怒ってます。はい。あのー、どれだけの人が迷惑がかかってるか、運営さんがどれだけ大変な思いをしてるか、それを考えて、あのー、本当に、 やって、やってくださいじゃないけど、えー、行動してください。もうそこだけは、ちょっと言わして欲しいというか。うん、あのー、なんだろうね、その、そういうことして、なんだろう。ね、ランキングが混乱してて、その一つの行為でなんかこんだけ、なんかみんなが騒いでるって言って面白がってるのかもしれないんですけど、何一つ面白くないので。そこだけは、しっかりしなさい。よしじゃあやっていきましょう。えーっと、 とまあまあ、とりあえず運営さんがね、あのー、なんだろう、すごい頑張ってくれてるし、多分えっと、修正するだけだったら、多分もうちょっと早く終わってると思うんですけど、多分今後、もうそういうことができないようにする、もしくはまあ、特定しているって言ったらあれだけど、の可能性もあるのでね、まあ、時間がかかってるのかなと思います。まあ、これから、今後ね、アオニオンラインがすごい、あのー、そういうこともなく、クリアな、えー、まあ、アプリゲームになっていくためには、今すごい、 ね、その必要なことだと思うので、シーズン延期とかも仕方ないのかなと、はい、思っておりますので、皆さんもね、ちょっとあのー、なんだろう、う青乳運営さんはすごい頑張ってます。あの、間違いなく頑張ってます。はい。なので、ちょっと、あの、応援して、あの、上げてほしいかなと。はい。あの、リプランとか見てもね、あの、最近青乳オンラインさんの運営さんのリプの方でもね、やっぱり優しいお言葉、あの、リプとかかけてくださる方もいてね、あの、すごい、なんか、うん嬉しいなっていう気持ちもありつつ、やっぱりちょっと、 ね、あの、まあ、僕もそうなんでね、僕もそうだったんで仕方ないんですけど、やっぱりシーズンなんで延期なのとか、そういう感じにね、ちょっと、あの、なってしまう気持ちもすごいわかります僕も。そうだ、そうだから。まあ、でもちょっとそこだけね、あのー、やっぱり、文句言っても、早くなるわけじゃないから。ね、青鬼運営さん。あの、あ青鬼運営さんがね、運営さんが文句言ったとしても、別になんか早くなるわけでもないし、むしろ応援してあげて、あ、これは頑張ろうっていう気持ちにさせよう。 かせよってか、頑張って、ね、あの、もらいたいから。はい、はい、ガスマスク、あとのんやばいよ、これ。やばいよ、やばいよ、これ。絶対いるでしょ。いたね。んー、ローラスケート欲しい。いや、これいけるか。これガスマスク取るか。ガスマスティンローラースケートまあ、いいよ、オッケー。ローラースケートはいい。悪くない。ここ、オッケーさあ、問題はこれ今いないね。今いないね。よし。閉めちゃうぞアカシャン <laughs> おぉ、じゃならせんんっ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 ん。あっは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 。我の勝ちぞ。よし。青逃げ。戦争成功。最後の一人だ。裏ステージ、なんか今もう、広告2倍になっちゃったから、多分裏ステージ、出ないね。まあ、ヒカキンさんのイベント、まだでも終わってないけど、まあまあまあ、でもすごい長く、3倍ありましたもんね。まあ、じゃあ行きましょうか。てか、ヒカキンさんのガチャ引かないとな。 あと、二日ですね。えー、投稿してる頃には多分、えっ、ー、と、現在撮影日が、えー、4月1日、えー、10時55分です。はい、1時間後に多分投稿されてると思うんですけど、ちょっとね、えー、理由がございまして、こんだけ遅くなってしまった理由がね、あの、ございますよかったら見てくださると嬉しいんですけど、一えっ、ー、と、朝に、えー、あの、熱盛の <laughs> 動画を出していて、それで、あの、寝たのが、寝たっていうか、ずっと0時から、夜中の0時から、 うん、5時ぐらいまでずっとやってたっていうね。はい。あれまたランダムマッチ開いちゃったっけあ、ごめんなさい。またランダムマッチ開いちゃった。ちょっと、ちょっと、ちょっと、待ってね。あの、ごめんなさい。えっと、まぁ、あ、そちらでちょっとね、がっつり、なんだろう、うつ盛やってしまったっていうのがあって <laughs>。なかなかちょっと、あとね、0時から、その、エイプリルフールがもしかしたら来るんじゃないかっていうことで0時まで待ってたんですよ。で、まぁ、あ、結局来ずに、まぁ、あ、でもつ盛のイースターも来たから、まぁ、あ、結局ちょっと今、この時間になってしまった。さすがにね、5時とかになったんで、その後、 5時から7時ぐらいまで寝て、で、今10時ぐらいまで仕事してたんですよね。10時半か。10, 10時20分ぐらいまでちょっと仕事してたので、どうしてもちょっとじきりぎりになっちゃったんですけど。まあでも多分、多分間に合うと思いますので。はい。まあ、こんな話をしても、あなたたち、あなたたちというかね、あの、皆様には全く、えー、関係のないことでございますので、本当にむしろ申し訳ない。はい。<laughs> そんなの知らねえよっていうコメントが多分溢れかえる。やめてね、それは。はい。ということで、じゃあ行きましょう。 まあでもね、本当に、あのね、青に運営さん、まあもちろん何人かとかはもちろん話せないですけど、その運営さんがどれだけの規模で青に運営さんやってるかっていうのは言えないんですが、もちろんね、その、さすがにオフレコと言われたので。でも先に言っとくと、あのね、本当に、モンストとかパズドラとかと一緒にしちゃダメよ。もう、100倍くらい違うからね。人数、下手したら。 うん、あの、100倍以上かも。ぐらい、人数が違うので、はい。本当にびっくりするよ、人数いったら。<laughs> あの、多分皆さんが想像してるより、少ないと思う。うん。あんなので、本当に頑張ってるんですよ。はい。まあね、ね、おい運営とか、僕、ネタで言ってますけど、ガチャねあ <laughs>、うん、でも頑張ってるなっと思いつつやってるのでね、はい。まあ楽し、でもすごいなんか最近、なんだろう。 あの、まあ、ちょっとね、あのー、ランキングとかシーズンの、あれでちょっと、いろいろ、ね、なんだろう、う時間というか、ちょっと、延期になっちゃったりしてるのはあるけど、まあ、でもそれ以外だとね、本当にヒカキンさんのイベントがあって、そっから、多分本来は新シーズンが始まって、青旗とかやる予定だったんじゃないかな。多分、間髪入れずに、何かしらシーズンをやる予定だったと思うんですよね。ま、あそういうのもあってるので、すごい、まあ、でも、問題、あの、 谷が来ないことを祈るだけだけどね。うん、あの谷が,谷が来ないでくれ。ずっと山でいてくれ。うん、たまにあるから。青に運営さん、前一番ひどかった時3ヶ月ぐらいあの谷だったから。<laughs> あれはね、あれはいけない。もう優ゆしき事態でございます。あれは <laughs> あれは二度とあれはさすがにね。ねあれはさすがに二度と起きてほしくない。<laughs> あれはさすがにね。ねあのおい運営と。はい、さすがに行った,行った所蔵でござるがあれで結構。 こ構青にー。離れた人絶対いるよね。あれは <laughs>。あの何もないイベント3ヶ月期間みたいな。それですごい多分プレイヤーが減ったのは間違いない。うん。あの、やっぱり動画実況してて思いますもん。あ、やばい。っここでめっちゃ多分やってる人減ったなって思った感覚に陥ったのが。あ、あ、うたし、僕のものだよし。レアスキーはさすがにないか。いただき このレア鬼とこのガスマスクを入手が一瞬、あの、被ってレアスキン入手に見えたんですよ、ね。これ奥に奥はああ、ドッキリか。止まるか。一回止まろう。で、氷鬼も来ている。いいぞ、こっからが鬼オ,オンラインの本番よ。最終地点多分ここだろうなうーんー、まずい。待て。動くな。動くな。ここだ。 いやはい、はい、あー今、下だったかー下てが右だったかあー。はい、ということで、まあ、とりあえず今回は、ちょっとアイプリルフールがね、まあ、ちょっと延期になってしまったっていうことな、延期、うん、延期だね。一応、画像的には延期って書かれてたのでね。まあ、ああの、延期になってしまったんですけど、ま、あま、あまあ、あのー、延期ということはいつか必ず来る。まあ、あ来なくても仕方ないと思います。今回に関してはね。 はい。ですが、まあ、あの、新シーズンも始まったらね、また新しいイベントとかも来ると思いますので、あの、まあ、楽しみにしていきたいと思います。はい、ということで、えー、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。青パスの動画はもしかしたら明日になるかなさそれとも今日出せたら出したいけどねっていう感じです。じゃあお疲れ様です。バイバイ。